い、こんにちは。こんにちは。英語の達人養成ジム、師範代深夜と、コーチのさやです。よろしくお願いします。今日のテーマはこちらです。はい、文系科目が苦手で、英検1級やトイック900点を取れる気がしない。はい。というテーマですね。よくある声。はい。ですか。はい。そうですね。結構理系の方からいただく、つまり文系の科目の、まあ、代表格である英語っていうのは、なんか自分は国語とか英語が苦手だったので、いや、なんか今ね、すごいトライしてるんだけど、なんか伸びる気がしないんですよねっていうことをね、言っていただくことがあります。はい。で、まあ、誰しも苦手なことというのはあると思うんですよね。で、私も逆に、私はまあ、どちらかというと文系なので、まあ、じゃあ今から数学やってくださいって言われると、うんっていう感じに、なります、うん、なので、まあ、この逆バージョンだなというところなんで、そこに本当にトライしてるというところは尊敬しますし、まあ、気持ちもわかります。この苦手、まあ、いわゆる苦手意識っていうのは、まあ、ある意味自分にかけてる魔法のようなもので、まあ、過去の経験とか、まあ、なんかテストをこう並べてみた時に英語だけ点数が良くなかったとか、なんか人からできないねって言われたとか、まあ、そういう体験が積み重なって、まあ、自分に魔法をかけてるような状態なんですよね、まあ、思い込みとかではない、思い込みじゃないですけど、うん、うん、こう英語ができないという、まあ、魔法をかけてしまっている、思い込みになってしまっているのはもったいないかなと思います。なるほど。一番ですね、この苦手なままでやって大変なことはこういうことなんですよ。はい。苦手だなぁと思いながらやるのは意志の力を結構使うと、うん、いうことなんですよ。はい。はい。まあもう想像つきますよね。自分が好きだなとか得意だなと思ってやることと、もう嫌だなと思ってる作業では、やっぱり1時間の時間の流れ方とかも違いますよね。なので、まあこの今苦手だなと思いながらそもそもやるっていうところが結構ストレスになってるはずなんですよね。うん、めちゃくちゃわかりますね、これは。わかりますか？僕は英語ではないんですが、はい、仕事でですね、僕はいつもブログをアップしてるんですが、ブログ書くのは好きなんですね、はい。タイピングするのは好きなんですけども、それをこう、アップする作業。このシステマチックにブログのね、このワードプレスっていうこうプラットフォームがあるんですけど、そこに対してこうコピペしたり、あとなんか文章を整えたりとかっていう、ちょっと、まあ、まあ、プログラミングとはちょっと違うかもしれないけど、まあちょっとなんか文字を整えるような作業っていうのが、まあ多分あれは、どっちかっていうと理系かなとは思うんですよね。そうですね。感じとしてはね。うん、なんでまあ自分は苦手だって思ってて、それに対してなんかすごいね、こうストレスを感じることが多いんですが、でもなんか自分が、そういうのは得意な人である。なんか、ホームページ制作者だ、みたいな、なんかそういう気持ちになってやってみると、結構、時間が流れるのはそんな遅く感じなかったりだとか、割とストレスが減るっていう経験はしたことあるので。あ、なるほど。うん。うん、なんかちょっと自己暗示じゃないけど、うんうん、あ、なんか、自分でウェブサイト作れるってすごいんじゃないみたいなね、うんうんうん。よく言われるんですけど、僕全部ウェブサイト自分で作ってますので、あれね。うん、どっかの制作会社に頼んでるわけではないので、まあそれを言われて、すごいですね。あれ自分で作ってるんですかみたいなこと言われたりとか。いいですね。自分で魔法のかけ直しをしたってことですね。うん、そうですね、うん。いざとなったらウェブ制作でも食っていけるぜ、みたいな。うん、まあそこまでの能力あるかどうかわかんないですけど、まあ一応少なくとも自分のウェブサイトは作れてるっていうね。うんうん、でも多分他の人に比べたら、やったことがない人に比べたら、実は秀でてることかもしれませんよね。うん、そうですね。うん。うん、あなたの英語というのも実はそうかもしれません。英語やってる人はね、多いので、そう思わないかもしれないですけど、全くやってない人から見たら、あなたの英語力っていうのは羨ましいなってね、思うかもしれませんね。確かに。はい。うん、で、まあ、今いい例が出たんですけど、まあ、ちょっとこの他にもね、いくつか、まあ、こんな風に考えてみたらどうですかっていうのをね、例をちょっと示したいなと思います。はい。はい。一つ目の質問は、あなたがもし英語で自分の強みを活かせることがあるとしたらどこかと。はい。いうことですね、うん、はい。まあ、英語といっても英語学習っていうんですかね、なんか英語の文法を学ぶとかっていう、まあ、項目もあると思うんですけど、まあ、結局はそれを使って何をするかっていうことだと思うんですよね、うん、でそれを自分の好きなテーマとか得意なところに持っていくっていうのは一つあるかなと思います、うん、まあ、何か理系のテーマで極めたいことがあるとか、まあ、やっぱりもしかしたら理系の論文を読むにしても、まあ、英語というツールを使ってでも知識としては自分の、ね、理系の知識が使えるとかっていうところがあるかなと思います、まあ、そういう得意な分野とか強みのあるジャンルに持ち込んでいくっていうのもあると思いますし、まあ、英語というそのジャンル自体も結構システマチックにできている部分もあると思うんですよね、文法とかが。そうですね。うん。そういう部分の法則を発見することに喜びを覚えるみたいな、そういうところに注目していくっていうのもありかなと思うんですよ。確かに、うん、僕の周りでもね、理系でめちゃめちゃトイックで高得点取ったりだとか、あと会話が上手な人っているのでね、うん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 、多分そういう人って自分の強みをうまくこう生かして、うん、英文法の中に
仕組まれたシステム的なものを見つけて、でそれをこうなんか論理的に覚えていくみたいな、うん、そういうのは多分得意な人多いと思うんですよね。実際あのザ・デュオ、僕が以前あのご紹介した本のザ・デュオの文法書も、あれも鈴木陽一先生も思いっきり理系な雰囲気なので、あの喋り方というか、あの考え方がね、英文法の捉え方がもうすごく論理的なので、結構理系でいけるんじゃないかなっていう、なるほど、気がしますね、うん、これは発見ですね、うん、でそれでどうしてもそのジャンルを見つけたりとか、まあ、そのルールを見つけるっていうことがなんか今自分で聞いてて難しいなという場合は、こんな質問もしてみましょう。はい、自分がよくできたなという時を思い出す、はい、ということですね。ほ、はい、もし自分がよくできたなと思った時はどんな時ですか？これは英語に限らずです、うん、でその時のパワーを使って英語をやるっていう、そういう考え方ですね。これは実はね、このやる気スイッチ、あの自分のやる気がなかなか出ないなっていう時のやる気スイッチにも使えるんですけど、うん、まあ、自分が過去できたこと、なんかね、もう学生時代とかの時でもいいので、なんかこう試合でこうなんかシュート決められたとか、なんか受験に合格したとか、なんか仲間と一つのものをなんか作り上げたとか、まあ、そういう経験があると思うんですけど、うん、それを今ここで、もうありありとその体感してほしいんですよね。その時に何が見えましたか、うん、何が聞こえましたか、どんな人がいましたか、うん、なんか匂いとかありましたか、どんな風景が見えましたか、そしてあなたは何を感じていましたかっていうね、もうこの五感を今フルに使って、うん、もうできればもうね、今座ってるんじゃなくてもう立ち上がって、うんうん、もうなんかコンサートとか好きな人がもうジャンプしてこうやって応援してる感じとかね、なんかシュートするんだったらもう本当にそういうポーズしたりとか、うん、そういうふうに体を使ってその生き感とかワクワク感をこの思い出す、うんっていうのも、一つの方法です。なるほど、うん。今ちょっとその話を聞いて、思い出したことがあります。何ですか？はい。僕はですね、もともとあんまりこう、コツコツやるのが好きではないっていう風なタイプだと自分で思ってたんですね。うん、ほうほうほう。はい。なんで、まあ、最初英語学習始めた時も、その外国人の集まるバーに行って、ひたすら実践実践みたいな感じで、それが自分のスタイルに合っていると思っていたんですが、まあ、英語はね、こう、コツコツ積み上げる要素がある。まあ、つまり、まあ、スポーツと同じで、ひたすらこう、基本練習を繰り返して、こう、積み重ねた先に初めてスキルが身につく、みたいなことを知った時にですね、自分にできるだろうかっていうね、そんなコツコツ積み上げが、っていうちょっとね、不安もあったりとかしたんですけども、その時にちょっと思い出したのが、高校時代にハマってたゲームですね。まあ、中高生ぐらいかな。中高生ぐらいにゲームやってたんですけど、ドラクエってあるじゃないですか、ね。はいはいはい。ドラゴンクエストとか、まあ、あとファイナルファンタジーっていうね、まあ、有名なロールプレイングゲームがあるんですけど、うん、あれってもう完全にコツコツ系なんですよね。もうちょっとずつこう雑魚敵を倒してって、で、経験値進んでって、で、経験値がある程度溜まるとレベルアップして、タララッタッタッタみたいな感じで、で、そこからまた経験値進んでって、結構ね、地道なね、作業を繰り返すんですよ。で、あれでドラクエでレベル99まで、上げる人がいて、うん、で僕も一回レベル99まで上げたことがあって、で別に99まで上げなくてもクリアできるんですよ。大体まあ40、50ぐらいで、クリアできるんですが、うん、あえてその強い自分を見てみたいってことでレベル99まで上げる人がいるんですが、僕も結構実はね、やったことがあって、うんうん、なんでその時にあれコツコツできたじゃんあの頃っていう、楽しくて好きだったから、うん、って思ったらなんかいけんじゃないってちょっと思ったんですよ、うん、で、なんか自分がそのロールプレインゲームのキャラクターになって、英語の経験値を積み上げてるような気分で毎日音読するっていうね。うんうんうん。うん、いいですね。まあ、それ以降意外にいけたんで、それでね。うん、まあ、何の苦痛もなくいけたのでね。うん、まあ、今日はまた経験値積んだぞ、うふふ、みたいなね、うん、感じでした。なんかそういう自分の中に意外とやっぱリソース、まあ、資源ってあるんですよね、うん、その経験が。なので、なんか今言ってたね、そのワクワク感。でもいいですし、今みたいなコツコツなんか実は他の分野で積み上げてきたことってきっとあなたの中にあると思うので、うん、それを思い出してそれと同じようにやればいいんだっていうふうに思うと、うん、どうしてもねその文系科目だからっていう枠にはまっちゃうと、うん、なかなかねこう苦手意識っていうのが出てきてしまうんですと思うんですけど、自分の過去の経験こういうこともできたじゃないかという新しい枠でね、枠組みで見てもらうと、うん、あできるかもしれないっていうね気持ちになるかなと思います。はい、はい、まあ、これもすべてね魔法なんで、魔法をかけるんだったらいい魔法をかけたいですよね自分に。そうですね、うん、うん、ぜひ、試してみてください。はい、でもしね自分の強みをね客観的に見つけてほしいなと思う場合は、コーチさやのマンツーマンセッションに申し込んでみてください。
講師さんがですね、あらゆる角度からあなたの強みを見つけて、それをこうね、英語学習にどうやって転じていけばいいかっていうね、まあそういうところで見てますので、そうですね。いろんな、その見つけるための、私が見つけるというよりかは、そのための質問をね、たくさんさせていただくので、一緒にね、その探す冒険に出かけられたらなと思います。はい。はい。もしね、興味あったら、この動画の下の概要欄に、さやのマンツーマンセッションの情報が載ってますので、チェックしてみてください。はい。では、以上です。Thank you for watching! See you later! スマホやタブレットでご覧いただいている場合は、この動画の右下の逆三角形のマークを押していただくと、こんな感じで下に説明欄が出てきます。いろんな情報が載っていますので、よかったらチェックしてみてください。